今回は美人の巨猿を紹介します。美術品輸送船を護衛する任務のため惑星アフロディーテに降り立った女王一行は不可解なテロに巻き込まれ、ビッキーが重傷。アルフィンファンとしては大ローンの青少女水の迷宮とちょっとがっかり K が続いたので、今回は正直期待していなかったのですが、だけど出るだけありがたいワームウッド以来の満足でした。クラッシャーがクラッシャーとして活躍しているし、アルフィンも大活躍、バードも久々に登場するし、リオ流シリーズを読んでいた身からすると、すずすずとランランの成長した姿の登場も、懐かしくも嬉しい。そして何より278から279ページは、アルフィンと女王の関係が進展せず、物足りなかった身としては大きなイベントではありませんが、ちょっと頬が緩むイベント。ビッキーが相変わらず柔軟で、そしてやっぱり最後はご都合主義的で、それにドレス姿になったアルフィンの挿絵がないのは残念ですが、自作に希望をつないで星5です。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。